ハローエブリン。今回はアントニオも喜ぶであろうえのきの豚バラ巻き。えのきだけを一巻き分ずつに分けておきますと仕事が早いです。お肉をまな板の上に並べまして、塩コショウをして大葉を並べていきます。その上に先ほどのえのきだけを置いて端から順番に巻いていきます。フライパンに少しの油を置きまして、巻き終わりが下になるようにフライパンに置いていきます。蓋をして中火で2分。焼きますと肉が縮んでしまっていくので、えのきのもうばらつきようがないです。なので爪楊枝で止める必要はいらないです。最後に味付けでポン酢をかけまして、酸味が飛び出したら出来上がり。肉っていうよりもえのきが主役。えのきの食感をお楽しみください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ。